チョコおいで。チョコ。こっちこっちちちしてごらん。ちち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 ち。はい、こっちこっ。あ、踏んだね。でも、おちっこできるようになったやん。あ、いててて、かわいそうに。うんちもしといて、うんこうんちゅーかちこいな、うんこうんこうんわしわしあげてるね、うんこうん、がんばれがんばれ、ちょっと痛い箇所もよくわからなくて、はい、でも原因がわからず帰ったからちょっと不安で、はい、ちょっと今日もう一回レントゲン撮っていいですか、はい、ここの部分結構痛かった、ね、ここ痛がるので、はい、しょっちゅうやただチャコちゃんのこの起きてる状態だともうめちゃくちゃ痛がってしまうので鎮静をかけて、はい、やる方がチャコちゃんのためだと思います。麻酔か、で全身麻酔じゃなく鎮静になるんですが、全身麻酔との違いは、そうです、そうです、あの意識はあるし自分で呼吸もできるし、ただ力が抜けて動けないっていう状態ですね。全身麻酔はもう完全に意識もなくなって、呼吸も人工呼吸で維持してっていう状態なんですが、まぁ、ちょっと軽く鎮静をかけて、チャコちゃんの不安を和らげてあげて、動かないようにしての方が、
まあ、正確なレントゲンも撮れるんですね。動くとブレちゃうので。なんかこの間のレントゲンもすごく嫌がって、そうなんですよ、バタバタバタってしたみたいで、はいはい、でそれでまあ無理やり押さえつけて撮れたとしても、はい、ブレてたりすると正確な診断ができないんですよ。なので、まあ、診断のためにもちゃこちゃんのためにも鎮静はもう絶対かけてあげた方がいいかなと思うんですね、はい、ちょっと心配やけど、はい、ちゃこ頑張ってね、ごめんね、頑張ってね、ちょっと暗くします。あ、ごめんなさい。はい。こっち右で、はい、でこっち左足、はい、痛い方の足ですね。はいはい。膝、これ膝よく、はい、ここあの正常な方と見比べていただくと、はい、ここ自体は、はい、まあ、あの子犬ちゃんなので、はい、あのこっち正常な方ですね。そう、正常です。ちょっとまあ、あの隙間あるように見えますけども。はい、じゃあ明らかにこういう方向、こう、あ、浮いてますね、上側にこういう方向、はい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 、わかります、わかります。ここの靭帯がこういう風にくっついてるんですけど、はい、これを引っ張られることで、はい、こういう上の方向に、はいはいはい、まあ、ペラッとめくれて、うんうん、あの剥がれる、はい、イメージです、はい、これ剥離骨折って言います、はいはい。ごめんね、頑張ってね、チャコ。またすぐ来るからね。で、こういう風に入ってますっていうところです。あの、頸骨素面、ここが切れてて、ここにしっかり入って固定されてるっていうことで、はい、あの確認をしております。はい、すいません。はい。で、今は、全然動かないけどね、うん、あ、もう起こさないで帰ります。